ご来場の皆様、こんにちは。ようこそ京セラドーム大阪へ。本日のバファローズ対タイガース第2回戦は日本生命セパ交流戦です。今年で15回目の開催を迎える交流戦は6月23日まで各チーム18試合全108試合で開催され、セパ両リーグの中から勝率第1位球団と交流戦優勝球団として賞金が贈られます。今年も綾瀬はるかさんがアルパカちゃんとして日本生命セパ交流戦の応援大使として